レッツゴー。ズッチッツ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 ッチッサラクボチャンネル。ちょっと遅れたね今日。どっちが僕？サラが。あ、本当？全然わかんないんだけど、今日はカップルでやる家でできる腹筋をやっていきます。ということでサラちゃんはこういう格好。運動ができそうな。うん、格好ですね。サラちゃん T シャツにハンズオンです。何？え、今日腹筋ですよ、腹筋。できる？本当？じゃあやっていこうか。そういうことで腹筋をね、今日は一緒にさらちゃんとやっていきます。ゴー。ゴー。ももをきれいにするっていうのもトレーニングの一つですか。じゃあ腹筋ね、やっていこう、はい、まずここを90度、足を90度にするわけで、手をこうやって足で組むので、こうやってやって、1、これ2、この足を3、4、5、6、7、9、10、1、12、13、14、やめろ、9、10、はい、20回くすぐった方がさ、絶対さ、腹筋に良さそうだ。なんだよ、くすぐったらだってちゃんとできないもん。じゃあさ、1、こんにちはしてる？こんにちはしてないよ。ほら、違うよ、膝、膝、膝までも、はい、ここの、ここを、この膝までこんにちはするの。ついてたじゃん。ついて、ここが、ここだよ、ずれしてるよ、ここどこ。ここどこ、ここだって、ずれちゃう。聞いてなかったか。せーの、1、お、できてる。お、強いじゃん、サラちゃん。3、さすがサラコナ、さすがサラコナ。6、7、8、9、10、おー、すごい。いよいよ10回で、うわー、結構疲れるね。疲れるよね、顔真っ赤。ちょっと見てみて、ほら顔真っ赤になってる、サラちゃん。疲れる？どう？この腹筋、普通の腹筋より全然疲れる。でしょ？これで、これをさっきこうだったじゃん、それをひねる、ひね、こうできる。で、コツとしてはここをこうやってつけるのは簡単なの、じゃなくてここをこうつけるの、ここを、ここの外側のところをこの足の外側にこうやってつけるのね。僕の足の臭さでか分かんないけど、空気清浄機が真っ赤に反応してる。20回いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。どんな感じ？もう腹筋がかなり使ってて痛いよ。やってみ、できるかな、サラちゃん。今10回かな。10回できたらすごいよ。サラコナいけ。ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥン。うわ、すごい、うわ、すごい。3、バランス、そうそうそう、4、5、すごい、6、7、え、さあちゃんすごいじゃん、8、9、10、おー、いいんだよ、いいんだよ、もういいんだよ、10回やったよ、すごい、12回できたじゃん、5つってるから。この腹筋だったらさ、50回とかできても、この腹筋も結構ね、数回で効果が出る感じする。結構腹筋すごいじゃん。さあ、腹筋結構あるんだ。折れてる？今全く折れてない。全く割れてない。うん、絶対全く割れてない。今の腹筋ができない人が足曲げて、足曲げてこう押さえて、そう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 、頭、ただそうそうそう、ポイントは手の力使っちゃダメだよ、あくまで腹筋で。そうそう、で腹筋ちょっとさ見せてあげてよ、腹筋を。そう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 、はい、せーの、そう。めちゃくちゃ20で何バラになったんだけど、これ痩せないと。サラちゃんこれやばいよ、二段バラになってるよ。今のはできない人はだいたいこれ足押さえてもらって10回とか余裕でしょ。やってみて、そうそうそう、そう、余裕でしょ。はい、どう？全然大丈夫。ほら、そう、7、8、ほいや、9、ダメだよ、それ手使っちゃう。
中。はい、次そしたらができたら今ので横向きひねるの。はいはい、ひねってシュッ、ひねりが甘いよそれ。はい、まだ手使ってるけどね。はいはい、はいやーはいやー、ラスト10回。あ、いいよ、ここここ起き上がる人魚みたいなこと。そうそうそう、ここで山横になってからこうこうこう、そしたらここに効くじゃん。あ、だから2本足押さえてないとダメ。そうそうそう、押さえてって言うと、はい、はい、やって、そう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 、効いてる、結構効いてる、分かんない。うん、はい、2、お尻が痛い、お尻、なんで、ここ、うん、3、いけない、3、えい、がれ、し、ラスト、もう1回、5回でいいよ、はい、うぇい、オッケー、はい、もう疲れちゃってんじゃん、サラちゃん、スタミナないね、はい、そうそうそう、はい、3、4、5、6、お、こっち強いじゃん、8、9、10、ここに効いてる？この横が、じゃあいいよ、オッケー。もう聞いてる部位を自分自身で意識することが大事。夏だからって言って焦って準備してたら間に合わないわけ。細胞ってさ、3ヶ月周期で変わるわけよ。そうなるともう今冬じゃん、12月1月からもう夏のことを考えて準備しておかないと遅いわけ。寒い時にやるのが大事っていう話。今日はね、カップルでやる腹筋を2人でやってみました。まああれを3セットぐらいよ、3セットやんないとやっぱり腹筋は。だからこの足を上げるやつができなかったら足持ってでやってもらうやつを3セットやると、まあ10回ならね、10回で30回をまあだいたい毎日習慣づけてテレビ見ながらやるとかね、そういう風にやるのがいいかなと。サラのお腹やばくない？やばいよ、すごい太ってる、ぽっちゃり系になってるじゃん、サラちゃん、ぽっちゃ系になっちゃった、やばいね。ということでサラのこと痩せさせてくれる？いいよ、まあ僕は毎回ほら試合の時にさ11キロ、10キロぐらい以上は減量したりするから、減量とダイエットは違うわけよ。減量は最後の5キロまではダイエットでやるわけだから、6キロぐらいダイエットするわけ。そっから残りの5キロは水分で落とすから、あんまりね、女性のダイエットとかに有効なのは最初のその5、6キロなわけです。まあダイエットとかをサラちゃんに伝授してあげてもいいけど、なんで偉そうなの？だって僕あれだよ、15年間、なんならアマチュアの時合わせると24年間ぐらいそうやってダイエットしたりしてるわけだから。はあ、じゃあサラの体を筋肉質にしてくれる？もうできるよ、そういうのを繰り返してるわけ。ちなみにサラは欠点がある、うん、何？食料制限はできない。食料、ね、食事制限ね、食料制限それはやだ。そう、食べて痩せるっていう方法を考えて、うん、食べて、あの食べないで痩せるのは誰だってできる。そうだから、アスリートの人っていうか、その特にそうボクサーとかさ、 K-1 ファイターとか格闘家とかっていうのは食べて痩せなきゃいけないわけだから、食べないと要はエネルギーがないわけだから、動くエネルギーがないわけでしょ。そう、いいよ、全然食べて痩せないといけないから、そんな感じで自分の体で実験して研究しながら僕はやってきたことだから、じゃあサラに教えてください。いいよ、サラちゃんを痩せさせよう企画、イエーイっていうシリーズもねやっていこうね、これから。で今日はね、腹筋をね、2人でね、カップルでできる腹筋ということをやったんですけれども、好評でしたら続けていくので、ぜひ好評だった方はいいねとチャンネル登録お願いします。サラと一緒に痩せましょう、簡単に痩せようね、バイバーイ。